東京電気大学は、東京都足立区千住朝日町後日本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された、大学の略称は、電台、電気台。北緯35度44分54.3秒、統計139度48分22.5秒、北緯35.748417度統計1 3 9 8 0 6 2 5零度。 35.74841739.806250東京神田キャンパス本館東京神田キャンパス11号館1907年に広田誠一と大木本新吉が創設した電気学校を起源とする。1949年第二次世界大戦後の学生改革に伴い電気工業専門学校が前身となって開学した大学である。 2020年時点で語学部語研究科を設置するなど理工系の大学として発展している。学生や大学内では、伝大という略称を用いることが多い。校歌の歌詞では、東京伝大。インターネット上のドメイン名には、denai.ac.jp を用いている。大学キャンパスは、創立からおよそ100年の間、東京の神田地区に立地していたが、 2012年に神田錦町から北千住駅前へ移転している。実学尊重技術は、人なり東京電気大学、見学の精神と教育、研究理念東京電気大学工学の専門教育と実学尊重の教育を特色とする。山岳館連携プロジェクトや社会人向け講座、社会人学生の受け入れなど、 企業とのコラボレーションも行っている。1907年9月11日東京市神楽に創立した電気学校が始まりである。1939年に専門学校令により東京電気高等工業学校が開校し、1944年には電気工業専門学校と解消。1949年の学生改革で、 現在の東京電機大学となった。学部研究科付属機関21世紀、COE プログラム21世紀、COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択された。私立大学戦略的研究拠点形成支援事業私立大学学術研究高度化推進事業毎年11月に東京電機大学の学園祭、朝日祭が 東京千住キャンパスで開催される。そこでは、有名人によるトークショー、お笑い芸人によるステージイベント、子供の広場、隠し模擬店、サークル団体による大道芸、学科、研究室による展示が企画、用意されている。卒業生のうち、企業経営者が中心となって、東京電機大学経営同友会を組織している。東京千住キャンパス2007年。 東京電機大学は学園創立100周年を迎えた。その記念事業として、東京都足立区千住朝日町に東京千住キャンパスを開設し、次の100年へ向けて新たな大学教育、研究の拠点とした。東京千住キャンパス1号館埼玉鳩山キャンパス、埼玉鳩山キャンパス本館千葉ニュータウンキャンパス千葉、ニュータウンキャンパス正門このキャンパスを拠点としていた。 昨日は2017年度末に東京千住キャンパスへの移転が完了し、現在は一部の研究教育施設のみ利用している。神田キャンパス1907年に誕生した電気学校は最初の数年間は神田キャンパス周辺で夜間に近隣の学校の校舎を借り受けて授業を行っていた。1914年には 西城町三丁目の地の校舎を取得して大手町から移転し、その後も新たな校地を取得して校舎の建て替えを行った。1926年には中央大学から西城町二丁目の土地を取得し、1968年には同大より新たに神田西城町二丁目の旧区役所の土地を取得して、そこに7号館の校舎を建設。 1984年に11号館の校舎を建設をした。2012年4月、前述の東京千住キャンパスが開校すると、それまで長く大学本部のあった神田キャンパスは役割を終えた。その後神田キャンパスの跡地は、住友商事が中心となって建設された21階建ての大規模複合ビル、神田スクエア、警視庁神田警察署新庁舎となっている。 国際学術交流東京抵抗及び交流のある海外大学等一覧ありがとうございます。